はい、ではレック札幌校専任講師司法書士の臼杵です。今日はですね、2022年向け新15ヶ月コースの春生を受講しておりまして、大学4年生で在学中に一発合格いたしました近藤さんに来ていただきました。北海学園大学4年生の近藤です。よろしくお願いします。本日はですね、近藤さんにですね、まあ、一発合格の秘訣というか勉強を中心にねちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、まず近藤さん、民法なんですけども、はい、民法を勉強していく上で一番心がけたことは何ですか？そうですね、先生がよく講義でおっしゃってたんですけど、民法は暗記じゃなくて理解というか、なんでこういうのがあるのかとか、ちょっとそういうスパイスを聞かせるようなこと、そういうのを心がけてやってました。うん、条文は結構読んだんですか？そうですね、必要な条文は10回以上読んだと思いますね。過去問あたりは何回ぐらい回したんですか？過去問はやっぱその他にもやることがたくさんあったので、正直に3回程度しか回せなかったんですけど、例えば10年分とか20年分とか20年分やりました。はい、はい、ブレイクスルーのテキストはどうしました？結構読みました。テキストの方が読みましたね。じゃあ条文と並行しながら、はい、じゃあ民法に至っては特別なんか変わったことしたってわけではないんですね。そうですね、はい、そうですね、はい、では会社法はちょっとねやりづらいかもですけど会社法は聞きたい人が多いと思うんですけど、はい、どうやって攻略したんですか？会社法は講義の中で先生からいただいたプリントあるじゃないですか、はい、あれを中心にやりましたね。でそれでも抑えられてないところはもう自分でブレイクスルーを読んで抑えたっていうことですね。まあ、私がよくね、レジュメね今すぐ言ってください配ってるんですけども、よく聞かれるんですけど、はい、答えは書き込んだんですか、それともノートを作ったとかいろんなこと聞かれるんですけど、はい、近藤さんどうしたんですか？もう何もしないで覚えましたね。なんか答え作ったとか？いや、答えも作らなかったですし書き込みもしなかったですね。じゃあそれをひたすらやった。はい、テキストはどうしたんですか？会社テキストはその今すぐやってわからないところとか忘れたところに確認するみたいな感じをで使ってました。じゃああくまでもレジュメを中心にやった。はい、なるほどですね。でも繰り返すしかないってことですよね。そうですね、はあ、そうですかね、はい、で不動産登記法なんですけども、はい、択一は何を意識してやりました？そうですね、まず書式、雛形州、はい、雛形州からもその択一として出るところもあったので、うん、まず雛形州を完璧に仕上げるということをまず一つ意識してやりましたね。うん、他はブレイクスルーをひたすら読むというか、うん、それくらいですね。うん、やっぱり雛形も相当書きました。書きました。ああ、そうですね。じゃあ書式の問題集とかっていうのはどうなさりました？書式の問題集はまずレックからもらえる、はい、比較的簡単でのあれから始めて、うん、あとはもう市販のやつを買って、うん、解いて最後の方はもう過去問をひたすら何回もやるという感じでした。ということは択一はテキストを読み込み、はい、書式は雛形と問題集を解くと。そうですね、うん、まあ、これもまた変わったことはしてないって言ったそうですね。そうです、はい、商業登記法はどういうふうにやりました？商業登記法はまずその前に会社法を9割方を完成させるというか、うん、もうそれくらい理解できた後に商業登記法に入った感じなので、うん、結構会社ほど被ってる部分が多いのかなと個人的には思ったので、うん、まあ、延長線上という感じでやりましたね。うん、なるほどですね、はい、で正直1年目じゃないですか、はい、でなかなかまあ伸びても来ないですよね、はい、で時期的にどれぐらいで、いや伸びてきたなというかいけるなって何月ぐらいに思ったんですか？で3月の末から4月の上旬にかけて、うん、ちょっと民法がいけるなってなったタイミングがその時でして、その時に結構自分の力ついてきたなと思いました。春先ですね、はい。そしたらマイナー科目なんていうのはどうしました最後？マイナーは本当に
全然手がつけられなかったので、本当に最低限講義を聞いてレジナイトブレイクスルーを繰り返しやって、うん、で少し過去問を解くということしかできなかったですね、うん、そしたらよく講義を何回も聞くなんて合格者も多いんですけど、はい、それはやっぱマイナー科目はそうしたっていう感じなんですか。あ、そうですね、うん、じゃあマイナー科目は講義を中心に行って、はい、そうですかね、はい、マイナー科目何が一番辛かったですか。やっぱり民事訴訟法の その3つですね。民事訴訟法、執行法、補正法、うん、マイナー科目過去問ね、はい、大事なんて言われるんですけど、これがやっぱりそんなに回せなかったですか。そうですね、本当最低限、最低限しかできなかったですね。なるほどですね、はい、まあ今ね、こう近藤さんの話を聞いてね、こう一発合格者ならではの、ね、話が聞けたんですけども、やはり私が今ね聞いた感じでは余計なことはやっぱりしてないですね。はい、そうですね。できないんですかね。もう時間は本当にないです。あ、言われたことをやるだけで手いっぱいって。そうですね、いう感じなんですね、はい、まあやっぱりこの試験ねなかなか大変なんですが、やっぱ基本ですかね。そうですね、基礎っていうか、はい、それがやっぱり大切で、うん、たまに当連とかで、はい、全然テキストに載ってないような問題が出て、はい、どうしたらいいですかって質問もあるんですけど、はい、近藤さんどうしました。いや、もう捨ててましたね。あ、捨ててた。捨ててました。で、あくまでもやっぱり過去問とかテキストに載っとってやったかっていう。そうです、はい、うん、やっぱ王道の勉強ではないかなと思いますよね、はい、では最後にですね、今勉強している受講生の方たちとか、はい、これから勉強しようかなっていう受講生の人たちに何かこう一発合格するアドバイスみたいなのがあったら最後お願いします。はい、司法書士試験は難しくて、なんか勉強時間も相当やらないと大変な試験ですが、最後までやりきれば絶対に受かる試験だと僕は思うので、ぜひ皆さん最後まで諦めずに頑張ってください。はい、ではね、これでね終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。